WWS チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。ザ・ランページです。そうですね、本当にたくさん のアーティストの皆さん のファンの方がいらっしゃる中で、すごく温かい声援をいただきながら、自分たちも30分というパッケージだったんですけど、本当に皆さんからお力いただきながら、本当に最高のパフォーマンスができましたし、本当に最高 のイベントに出演させていただいたなと、本当に終わってからすごく実感しております。そうですね、自分たちは、2014年から2015年にかけて開催されたオーディション、3つのオーディションから選出されて、選ばれたグループなので、最初は、グループとしての絆だったりとか、メンバーと呼び合えるようなその活動の中でそういった絆を深めて、そこから、メジャーデビューという目標をに向けてずっと突っ走ってきて、16人で、ここまでやってきて、これからは、よりアーティストとして確固たる地位を築けるように、そしてパフォーマンスも、先輩方のように、EXILE TRIBE の先輩方のように、もっともっとかっこいいパフォーマンスができるようにと今心がけて、これまで活動させていただいております。そうですね、この楽曲は、デビューしてから、3ヶ月経っての、シングルなんですけども、やっぱりここまで来たんですけども、やっぱり次のステージに進んでいくぞっていう強い思いだったりとか、自分たちのこのチームワークだったり、このクール感だったりとか、クール感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 、めっちゃクール感、クール感、間違ってる、クール感だったりとか、何ですかね、その勢いがある中にもしっかりとこのクールな一面もあったりだったりとか、つなげた、はい、なんかそういう自分たち、今の自分たちらしい楽曲になったなっていうのは思ってます。はい、そうですね、これから自分たち、そうですね、このフロンティアーズを引っ提げていろんなこうイベントに出ていきたいと思ってますし、本当にこの夏もまだまだ全力で自分たちの色を出して、本当にこう最高の夏にして盛り上げていきたいと思ってますし、こう日本中でいろんな活動をこうさせていただきたいと思ってるので、それにこう皆さんもぜひこうついてきていただいて、こう全力でなんか自分たちのエンターテインメントでぶち上がっていただけるとすごく嬉しく思いますね。はい。それにつきますね。あ、違うね。つきます。そうですね、自分たちのランページ、デビューしてまだまだ間もないんですけれども、EXILE TRIBE の一員として、何恥じない、アーティストになっていけるように先輩方の、背中を見ながらですね、よりたくさんの方々に自分たちのエンターテインメントを届けられるように、日々、頑張って全員で力を合わせて、精進してまいりますので、今後ともどうかザ・ランページの応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。以上ザ・ランページでした。